コットはアメリカ海軍の潜水艦、ガトー級潜水艦の13番艦。艦名は北、大西洋及び北、太平洋に生息するタラにちなむ。大西洋ダラマダラコットは1942年7月21日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年3月21日に GM マホニープ人によって浸水し、 艦長ジェームズ・シー・デンプシー少佐の指揮下船9 4 3年6月21日に収益する。コットは作戦準備のためブリス弁に、ついでダーウィンに開港された。10月14日、コットは最初の紹介で南シナ海に向かった。バンダ海、モルッカ海を抜けて、中佐諸島近海の紹介海,海域に到着。コットは敵を求めて海南島、トンキン湾にまで足を伸ばした。 11月29日朝、コットは北緯11度42分統計118度30分、北緯11.700度統計118.500度、11.700、118.500の地点で輸送船とタンカーで構成された輸送船団を発見し、7000トン級輸送船に向けて、魚雷を4本、4700トン級輸送船に向けて、魚雷を2本発射し、 7000トン級輸送船に2本が命中して撃沈4700トン級輸送船に1本が命中して撃破したと判定される。コットはモルッカ海を通ってダーウィンに寄港。12月16日、コットは63日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。1944年1月11日、コットは2回目の紹介でハルマヘラ島、ジャワ島。 南シナ海方面に向かった。紹介期間の前半は、南シナ海で行動し、1月29日には、北緯13度16分統計109度21分、北緯13.267度統計109.350度、13.267、109.350の地点で、輸送船団に接触したが、良い攻撃位置を占めることができなかった。2月9日、夕刻コットは、 北緯14度50分、時計109度20分、北緯14.833度、時計109.333度、14.833、109.333の地点で単独で航行する5000トン給油送船を発見し、深夜に入ってから魚雷を4本発射したが、命中しなかった。2月16日には、北緯12度38分、時計112度33分、 北緯12.633度統計112.550度、12.633112.550のミンドル海峡でサンパンを発見し、4インチ砲と20ミリ機銃の射撃で破壊した。コットは南に下り、三にへ諸島近海に到着。2月23日朝、コットは北緯03度53分統計129度17分。 北緯3.883度統計129.283度3.883129.283の春マヘラ島北東海域で輸送船団を発見。夜まで追跡の上タンカーに向けて魚雷を4本、護衛艦に向けて魚雷を2本それぞれ発射し、魚雷は特設運送船第3小倉丸に2本命中して撃沈した。 4日後の2月27日には、北緯01度48分統計127度32分、北緯1.800度統計127.533度、1.800127.533の地点で輸送船大速丸を発見し、魚雷を4本発射して2本を命中させて撃沈した。2月29日午後にも、北緯04度07分統計123度54分、 北4.117度統計123.900度4.117123.900の地点で輸送船を発見して、魚雷を3本発射したが、千鳥型水雷艇と正月型駆逐艦からの爆雷攻撃に遭い、新深,深度先行を余儀なくされた。3月13日、コットは62日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。4月6日、 コットは三回目の紹介で、スールー海、南シナ海、ルソン島方面に向かった。5月10日朝、コットは、北緯16度16分統計119度28分、北緯16.267度統計119.467度、16.267、119.467の、マニラ湾港北西海域で、レーダーで輸送船団の接近を探知、観測し続け、ほどなく、 輸送船と護衛艦総計32隻にも及ぶ未霊山船団の姿を発見。コットは船団の中に割って入り、北緯14度50分、統計119度20分、北緯14.833度、東計119.333度、14.833、119.333の地点に至ったところで全部と後部の発射管から、巨雷を、京急本発射。 後部からの3本の魚雷のうち2本が、駆逐艦カルカヤに命中して撃沈。全部からの6本の魚雷は、カサトマル級輸送船、アソヤママル級輸送船、ブリースベン、マル級輸送船に向けられ、1本がアソ、ヤママル級輸送船、すなわち特設運送船昌平マルに命中して、これを撃沈。他の目標にも1本ずつ命中したと判断された。6月1日、 コットは56日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。艦長が、ジェームズ・ウェイ、キャディア・ドキンス少佐に変わった。7月3日、コットは4回目の紹介で、南シナ海、ルソン、ジャワ方面に向かった。7月16日朝、コットは、北緯12度53分、統計119度43分、北緯12.883度統計119.717度、 1 2 8 8 3 1九9 7 1 7の、カラミアン諸島近海で3隻の輸送船団を発見。北緯12度25分統計119度19分。北緯12.417度統計119.317度。12.417119.317の地点に至り、2000トン級輸送船に対してまず、監首発射艦から魚雷を6本発射したが命中せず、 艦尾発射管からも、魚雷を4本発射したが、これも命中せず、逆に反撃を食らって2機のエンジンに、軽度のダメージがあった。ことは一度はこの戦団との接触を失うが、夜に入って、再び発見し、日付が7月17日になった直後に、北緯10度59分、統計118度17分、北緯10.983度、統計118.283度、 10.983、10. 118.283の地点で3度目の攻撃を仕掛ける。この攻撃では魚雷を3本発射したが命中せず、近在の霊ポンにこの戦乱の始末を委ねて、攻撃を打ち切った。コットは、精神し、同じ日の夜に、北緯12度24分統計116度32分、北緯12.400度統計116.533度、 12.400116.533の地点で7隻の輸送船団を発見し、魚雷を6本発射して一つの不正確な命中を確認する。株良島近海、マニラ湾港に引き返し、7月20日未明には、北緯14度23分統計119度41分、北緯14.383度統計119.683度、 14.383、119.683 14. の地点で4隻の輸送船団を発見し、5000トン級輸送船に対して魚雷を4本発射したが、命中しなかった。コットは早くも魚雷が残り1本となったので、一旦ダーウィンに引き返すこととなった。その途中の7月25日、コットは難易01度41分、統計126度32分。 波1.683度統計126.533度、マイナス1.683、126.533のスラ諸島リフマトラ島近海で3隻の輸送船団を発見。夜に入り、波01度06分統計125度33分、波1.100度統計125.550度、マイナス1.100、125.550の地点にて、 輸送船団に対して最後の魚雷を発射したが命中しなかった。コットは補給のため7月29日にダーウィンに寄港し、魚雷、燃料、食料品を搭載して8月1日にブルーフィッシュと共に再出撃した。8月3日未明、コットは南位01度45分統計126度14分、南位1.750度統計126.233度、 マイナス1.750126.233のマンゴリ島近海で特設捕獲猛呈星光丸を発見し魚雷を4本発射して3本を命中させて撃沈八月十日午前には南位零五度十四分統計二十一度十五分南位点二三三度統計十一点五八三度マイナス三三百二十一点五八三の地点で 特設苦戦艇投石丸に対して、魚雷を4本発射し、内3本を命中させて撃沈した。夜には、南位05度43分統計120度49分、南位5.717度統計120.817度、マイナス5.717120.817の地点で輸送船、第6新星丸を発見し、魚雷を4本発射して1本を命中させるが、 沈む気配は見せなかった。日付が8月11日に変わって、すぐ、南位05度37分統計120度36分、南位5.617度統計120.600度、-5.617120.600 のサラヤル海峡近海で、再度の攻撃を行い、魚雷を4本発射して1本を命中させ、 第六神聖丸は二つの爆発を起こした後、沈没していった。8月13日昼頃、コットは、南位05度28分統計125度08分、南位5.467度統計125.133度、マイナス5.467125.133の地点で船舶を発見し、浮上して4インチ砲と20ミリ機銃で砲撃して一発の、 不確実な命中を確認する。相手は戦車揚陸艦のようではあったが、味方が得ていた日本海軍艦船情報に戦車揚陸艦に関する情報はなかったため、その姿をスケッチに描いた後、月夜間での攻撃を期して先行した。日付変わって8月14日未明、コットは難易04度17分統計126度46分。 南位4.283度統計126.767度、マイナス4.28326.767の地点で、3つの戦車用陸艦、すなわち、第129号輸送艦に対して、巨雷を4本発射し、3本を命中させて撃沈した。8月18日にも、南位05度03分統計121度21分。 何5.050度統計121.350度、-5.050、50 121.350の地点で、レーダーを使って探知した目標に対して、魚雷を4本発射したが、いずれも命中しなかった。8月25日、コットは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。9月18日、コットは5回目の紹介で、 ブルーギル・アングラーとウルフ・バックを構成し、ルソン島、ミンダナ・オ島方面に向かった。ダーウィンに、気候の後、ショ昇クに到着。10月5日、午後、コットは、北緯13度01分、時計120度15分、北緯13.017度、時計120.250度、13.017、120.250の、ミンドロ島近海で、マミ11船団を発見し、 最初の攻撃で魚雷を6本発射。うち3本が2隻のタンカーに命中したと判断される。2時間後の2度目の攻撃では、最初の攻撃で速力が落ちた輸送船達上丸に対して魚雷を4本発射し、すべて命中させて達上丸を撃沈した。10月7日未明には、両管令からの情報に基づいて目標に接近し、 北緯13度39分統計119度24分、北緯13.650度統計119.400度、13.650119.400のマニラ北西方で特務監視レッド港を発見して、魚雷を4本発射、内2本を命中させて撃破した。翌十月八日にも例の情報に基づき、北緯十三度十二分統計百十九度十四分、 北緯13.700度統計119.400度13.700119.400の地点で1500トン級輸送船に対して巨雷を6本発射したが目標が推定18ノットで走り回っていたためか命中しなかった10月22日朝コットは北緯16度30分統計119度49分 国位16.500度統計119.817度、16.500119.817の地点で100トン級海上トラックを発見し、浮上して4インチ砲の射撃と機銃掃射を行ったが、命中弾を与えたものの取り逃がす。10月23日から25日の冷手テ沖海戦では引き続きルソン島西岸部で待機。10月25日にはマニラに接近しつつある。 輸送船団の情報が入り、その輸送船団、フィリピンの戦いに投入される、第1師団の将兵、軍事品を満載した、モマ04船団には、浅間丸の名前もあった。ことは浮上したままレーダーを使用して、モマ04船団に接近していき、北緯17度34分統計120度02分、北緯17.567度統計120.033度、 17.567120.033の地点にて、浅間丸に対して、巨雷を4本発射したが命中しなかった。10月30日からは、サイパン島からの指令を受けるようになり、フィリピン東方海上で行動する。11月20日、コットは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入った。 オーバーホールを終えたコットは1945年3月7日に新珠湾に戻った。3月24日、コットは6回目の紹介で東、シナ海に向かった。この紹介では主に救助活動を担当することとなった。3人のパイロットを救助した後、4月17日には北緯31度51分、東経124度52分。 北緯31.850度統計124.867度、31.850124.867の地点で、浮上報線で、タグボートと木造のタンカーを撃沈した。コットは生存者を救助し、タグボートの名は、チョヨマルといい、下関の船で、コールサインは、ジュベッチであることが分かった。木造のタンカーの生存者の方は、船の名前を、 バイシマルあるいはバンシマルといった。四月二十四日、深夜、コットは、北緯十五度四十二分統計百二十一度十五分、北緯五点七零零度統計百二十一点二五零度、二十五点七零零百二十一点二五零の黄色ン郊外で二隻の船を発見し、そのうちの一隻に対して、魚雷を四本発射するが、この攻撃は失敗し、コットは旋回して、 後部発射管から魚雷を三本発射して、うち一本が命中して目標は沈没した。攻撃後、コットは一人の貸し艦を救助し尋問した。尋問の結果、彼の名前はおそらく、有馬と思われ、今しがた激沈した。彼の乗っていた艦船は、第41号総海底だろうということが分かった。4月25日朝には、北緯26度54分、統計121度10分、 北緯26.900度統計121.167度、26.900121.167の地点で小型警備艇に対して魚雷を6本発射したが命中しなかった。4月26日夜、コットは浮上中に後部魚雷発射官室で火災を起こし、その復旧に努めた。魚雷の誘爆を防ぐため、コットの後部発射官に搭載された魚雷は、 手動発射で放棄されることとなった。コットの乗組員は火災を犯して消火と放棄に努めたが、その作業中に魚雷積み込み用のハッチから、エルギホーリーとアンドリュー・ジー・ジョンソンが海中に転落した。ホーリーは翌朝救助されたが、ジョンソンはそのまま行方不明となった。5月29日、コットは65日間の行動を終えて、グアムアプラ攻撃とコットの艦長は、 エドウィン・エーム、ウエストブルック・ジュニア・少佐に変わった。日赤賞に乗り上げたオランダ潜水艦をマイナス19。6月26日、コットは7回目の紹介で、南シナ海、タイランド湾方面に向かった。7月7日にカムラン湾を偵察した後、コットはスービック湾に向かう予定だった。その翌日、コットは北緯08度40分、統計1111度40分、 北緯8.667度統計111.667度、8.667、111.667の難査、諸島美積省、ラットリーフに乗り上げたオランダ海軍の潜水艦 O-19? の救援のため現場に急行した。同日夜に現場に到着したコットは O-19 の引き下ろし作業に取り掛かった。しかし、ス1 9はビクともせず作業は無駄に終わり。 オーマイナス19の引き下ろしを断念して処分することとなった。7月10日、コットはオーマイナス19の乗組員全員を収容した後に5インチ砲弾16発と魚雷を2本打ち込んでオーマイナス19を処分した。コットはオーマイナス19の乗組員を乗せてスービックワンに向かい、7月13日に彼らを上陸させた後、翌日に再出撃した。7月19日、 コットは、発展域の輸送船団攻撃の際に、護衛の駆逐艦神風の反撃で損傷したホークビルに代わって、船団を追跡、北緯零六度12分統計103度11分、北緯六点二零零度統計103.183度、六点二零零103.183の地点で、船団に追いついて、巨雷を三本発射したが攻撃に失敗した。コットは、 戦団情報を発信し、それに基づいて、バンパーが戦団に食いついた。7月21日から8月1日までの間、コットは、マレー半島天ール岬沖で小物狩りに急しんだ。この期間に、有効的な現地住民を助けた上で臨検して、破壊した総計23隻ものモーターサンパンや、スクーナー、ジャンク、ハシケは、シンガポール方面の日本軍勢力に対する、 この時期に唯一残された補給路であった。コットの攻撃により、小舟集団と共に、米、砂糖、ガソリンなど各種油類、紙、コーヒーなどの物資は海中に消え失せた。8月1日の攻撃の際に哨戒機に発見された。ためコットは先行し、サンパンの乗組員は後日、ブレニーに救助された。8月13日、コットは47日間の行動を終えて、 フリーマントルに祈祷した。この時、O-19 乗組員一同が祈祷したコットを出迎え、コットの乗組員のためにパーティーを開くこととなった。二人の乗組員は日本の幸福を知っていた。この忘れがたい記念として、コットのバトルフラッグと環境には、O-19 の文字とマティーニが描かれた。コットは8月31日にフリーマントルを出港し、 キトにマイアミとフィラデルフィアに寄港した後、11月3日にニューロンドンに到着。その後、1946年6月22日に予備役官となった。コットはフランシス・イーリッチ艦長の指揮下1951年に最終駅し、NATO の対戦水艦訓練演習に参加する。冷戦下における航海はニューファンドランド島沖で行われた。演習。 ランフレックス52でコットはアメリカ軍の空母を撃沈し称賛された。コットは1954年に予備役となり保管された。1959年にはオハイオ州クリーブランドで予備役訓練艦として使用するため新たに作られたセントローレンス水路を通って栄光された。歴戦の武訓艦は遠足で訪れた児童たちによって見学された。 コットは1962年12月1日にギース -224 へ艦種変更され、1971年6月30日にはラインス -224 へ再変更され、同年に除籍された。コットは12隻以上の敵艦を沈め、その総トン数は3万7千トン以上になる。さらに3万6千トンに及ぶ敵艦を破壊した。7回の紹介は成功し、 その先行で7個の従軍聖章を受賞した。一部のクリーブランド市民がコットの船体を湖畔上の記念碑として保存するためコット保存委員会を組織した。1976年1月に海軍は委員会に潜水艦の貢献の権利を与えた。1976年5月にコットは浮かぶ記念碑としての経歴が始まり、間もなく観光名所としての地位を確立した。 1986年には内務省がコットを。コットは現在もクリーブランドで博物館船としてアメリカ海軍潜水艦部隊100年の歴史において殉職した3900名以上の乗組員の記念碑として公開されている。また毎年5月1日から9月30日の間に艦を訪れるよう宣伝が行われる。コットは非常によく復元され、 唯一公開展示のためドアや船体を切断したり、階段を設置されなかった潜水艦である。コットを訪れた見学者は、乗組員が使用したのと同じ垂直橋ごやハッチを使って艦内に入る。コットの4機のディーゼルエンジンは、ゼネラルモーターズのクリーブランド工場によって生産されたため、クリーブランドは艦の生産地の一部であると主張することができる。コットの記念碑は、 最近スティングレイで使用された2、2機のエンジンは、コットの復元のために使用された。オリジナル表記は、有馬オリジナル表記は、ゾカイテヨイエヌジュ、イツ、ゴール日本海軍護衛艦艇士、P60 のように、20年1月4日、海南東海口で、米空母機の攻撃を受け格座とする書物もある。ありがとうございます。